ビーストをご覧の皆さん、どうもこんにちは、ワイルドフラグです。まずベースのデースの翔太郎です。ドラムのエイジです。そして山本恭司です。実はもうワイルドフラグね、デビューからなんと20周年、今日はね、ここね、あの横浜のサンフォニックソウルで、20周年記念ライブをやってるわけなんですけどね、まあ今本番直前でもうあと5分後にステージに上がるんですけどね、20年あっという間なかった20年思えば、ね、やっぱあっという間じゃないです。あっという間じゃないさすがに5年とかだったらですけど、いろいろありましたね、やっぱ活発に動いた最初の3年後はそれぞれいろんなミュージシャン活動をして、あ、そうか、まずは違う道も歩んだりありましたね。でもその、いつもあの根本にはやっぱこのワールドフラグがあって、このヘビーなサウンドがあって、そこから自分の音楽が分かれてったなって思う20年ではありますよね、大きく言うとね。だから最初その一旦あのバンドね、あの解散ではないんだけど、それぞれ分かれた時にもう一回集まった時はそれぞれスーパーバンドというふうにあの言えるような活動してようぜと言って分かれたんだけど、はい、なんか割とそんな感じにいい感じ、ね、いい感じになれたよね。自画自賛はあんまりかもしれないですね。そうですかね、お兄ちゃんは。そうだね、今風邪ひいてるんでちょっと声があるんですけど20年ってすごいっすね。よくやってるよね。でもなんか20年っていう長さがこう、ほら、あ、これをもう一回やったら40年だみたいなさ、なんかあれだよね、20年ってこう、ほら、人が生まれて大人になるまでの20年ですか、確かにね。そんな20年ワイルドフラッグをこう過ごしてですね、やっぱさらなる成熟をしたいですからね。今しつつあるでしょ。え、ね、まあ、もうあんま変わってない気がいやでもね、パワーの向き方がね、もう昔はほらもうベース元気したり、ドラムペダル壊したりしまくってたけど、最近はなんかいい感じのパワーに向かってやってるからね。まあこのままワイルドフラッグやっぱりもうずっとこれからもなんていうかな、永遠のパワートリオでやりたいですね、思ってますので、はい、また皆さんライブを見に来てくださいね。ということで、ワイルドフラッグでした。